黒豆の木は、筒子カスの貴族の落葉低木。アジア、ヨーロッパ、北、アメリカにかけた北半球の間地に広く分布する。日本では、北海道、本州の中部地方以北に分布し、阿公山帯から鉱山帯の岩歴地、砂歴室の草地、湿地などに群落を作る。種商名のリギノサムは、湿地に生えるを意味する。基準標本は、スウェーデンのもの。 樹高は30から80センチメートルになる。若い枝はやや角張り、毛はない。葉は厚い紙質で、長さ1から2ミリメートルの葉平を持って合成する。葉芯は、到来形、または楕円形で、長さ1から3センチメートル、幅0.4から2センチメートルになり、先は丸く、先端に短い突起がある。葉の両面は、無毛で、表面はやや青みを帯びた緑色で、 里面はやや白身を帯び、網目模様の葉脈が隆起して目立つ。葉の円に、巨子はない。下期は6から7月。新枝の上部の溶液ごとに、長さ3から7ミリメートルの花柄を持つ1個の花を、つける。花柄の下部には1から2枚の小耗用があり、長さ1から5ミリメートルになり、形状や大きさに変化が多い。 学頭は長さ2ミリメートルの交渉形で、先端は五列し、列辺は三角状円形となる。下巻は長さ4から5ミリメートルあり、壺状筒形で、先端はやや狭まって浅く五列し、先は半曲する。下巻の色は黄緑色で赤みを帯びる。湯水は10本ある。果実は計8から1 0トルの球状の液化で、黒子色に熟し、 表面にはおしろいがつく。果実は食用になる。長野県では浅間ぶどうとして食用にされる。また北朝鮮の白桃山付近でも鶴竹として食用にされる。日本の以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。